皆さん見てください、 Google プレイストア上にブラッドボーンモバイルが公開されております。モバイル版のブラッドボーンということで、ついにね、こうブラッドボーンリメイクとかブラッドボーンリマスターとか PC 版とかくれって言っていた中での、モバイル版ブラッドボーンが来たとでも言うと思ったのか。まあクソアプリですね、これは。なんで未だに Google プレイストア上に上がっているのか分かりませんけども、ブラッドボーンの、ブラッドボーンを語る、クソアプリとなっておりますので、でもこれを買おうと思ってた人はいないと思いますけども、もし、思っていた場合は、このアプリ絶対に入れないでください。自分自身もわざわざこのアプリを入れて確かめようと、中がどうなっているのか思ったんですけども、すでにそれをやった人っていうのはいますし、その人たちのやつだけ見れればいいし、データ奪われたりする心配をね、自分が被りたくもないので、このアプリは入れないことにしますが、これについてちょっと話していきましょうか。もうブラッドボーンのね、リメイク、リマスター、そしてブラッドボーンの後継作品、あとは PC 版ブラッドボーン、そういったものをコミュニティはずっと求めております。そこからのこれですからね、狙っているとしか思えないんですけども、ダウンロード数がやたら少ないこと、3歳以上になぜか設定されていること。で、説明欄が、ブラッドボーンはフロムソフトウェアによって開発され、ソニーコンピューターエンターテインメント、インタラクティブって書いてない。今のソニーってソニーインタラクティブエンターテインメントなんですけども、それをコンピューターエンターテインメントって書いてる時点で、さらに怪しいですけども、によって発行されたビデオゲームです。プレイステーション4専用に開発されたこのゲームは、フロムソフトウェアの最高のゲームの一つとみなされています。ということで、アプリの中どうなってるのか、画像もちろん出てきております。こんな感じです。ウィークリープレミアムブラッドボーンモバイル、マンスリープレミアムブラッドボーンモバイル、アニュアルプレミアムブラッドボーンモバイルで書いてあります。で、この一番下に書いてあるのが、プレミアムメンバーではないとゲームを遊ぶことはできませんと書いてあります。つまりは、この、ウィークリーが1週間、マンスリーが1ヶ月、アニュアルが1年、それぞれのプレミアムサブスクに加入して、やっとモバイル版ブラッドボーンを遊べると書いてあるんですけども、しかも、そこからさらに、もちろんね、遊べませんよ。当然遊べませんよ。もう大前提として。ですが、このアプリに対して支払いをしようとすると、この画面に連れて行かれるだけです。で、この画面に何が書いてあるのかというと、支払いに失敗しました。あなたのお金は、銀行の方に返金しておきました。また、別の機会にお試しください。と書いてありますが、おそらく、支払いに失敗しましたって書いておくことによってゲームにアクセスできないことをカバーする。で、かつ、支払いに失敗したと言いつつも、きっちりとお金は取っているものだと思われますので、本当にただの詐欺アプリのクソアプリですので、絶対に皆さんね、入れないでくださいよ。500人しかまだ入れてないし、そのうちの大部分は、こういった記事を書いたりするために試しに入れてる人だとは思うんですけども、それでもって感じですよね。しかも、この話はまだまだ続きます。だってこの人が撮った画像は、ダウンロード10件以上のレーティングが全員でだったんですけども、これちょっとレーティングとかダウンロード数とかね変わってますけども、それだけじゃありません。単純にね、フロムの持っている IP ではないか、創作の権利とかそういうものを使っている、でかつプレイステーション側の IP も使っているので、多分法的にいろいろとアウトなのではなく、だけではなく、このロックグレートゲームスっていうところが出しているんですけども、ここロックグレートゲームスのその他のアイテムっていうところがあります。でこれ見てみると、メタルヘルシンガーモバイル、ボーンラボモバイル、ヴァンパイアザ・ブラッドラインズ2モバイル、ストーカー2モバイル、ザ・サージ2モバイルと、有名ゲームのモバイル版を歌っているものとなっております。他のやつにもクリックしてやると、当然ね、PC 版とかプレイステーション版とかのそのゲームのスクショをそのまま使っているだけとなっておりますので、ただのクソ開発ですね。クソゲームのクソ開発となっております。で、実はこのブラッドボーンモバイルについては結構前に動画を作る予定がありまして、ただちょっと立て込んじゃってて作れなかったんですよ。で、結果としてこの情報が初めて出てきてから数日経っております。数日経っていてなお、まだプレイストア上にあるということがちょっとね、やばいと思いますので、Google Play さんにはさっさと取り下げていただきたいところ。それだけじゃなく、このロックグレートゲームズっていうこのブラッドボーンモバイルを出しているところも、さっさと営業停止させてほしいところではあります。以上、ブラッドボーンの最新情報を楽しみにしていた人たちの魂を打ち砕くためだけの動画でした。魂を打ち砕かれた人はぜひ高評価の方よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。